第2回だるまの旅路2014去年に引き続き、だるま期後のコンサートを始めさせていただきます。壮大なスケールがあったかと思います。汗びっしょになっちゃいました。影響を与えてます。中でもこのビートルズはインドの、ね、古典の楽器シタールという、ね、楽器を使って、まあ、ポピュラーミュージックを作ったりという、ねことをしたんですね。次の曲はなぜかノルウェーの森という曲なんですけども、非常にインドの、古典のインドの音楽のメロディーが色濃く反映されています。そんな、ね、インドのメロディーっていうのを感じていただければと思います。ビートルズの中からノルウェーの森という曲です。日本のその富士山の印象を曲に表した曲なんです。まあ日本人が感じる富士山とまた違う、なんだかねこうノスタルジックで哀愁があるような曲なんですけどもね、日本に来た中国のね、高僧たちも富士山を見てね何を思ったんでしょうか、何を感じたんでしょうか、そんなことがね連想できるような曲になっていると思います。富士山という曲です。
の行列のこと、キャラバンという歌だそうです。次はね、その名の通りキャラバンという曲をね演奏したいんですが、これもなんだかね、そんな雰囲気が出てます。聞けばわかると思うんですけどね、ラクダが連なって、旅をしている、そんな雰囲気が伝わればなと思います。キャラバン。弾いてない音がいっぱい出てますよね。神の手なんです。ゴッドハンド、仏の手。